何秒お腹をへこませられますか？はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹をへこませたいよって思ってる方、何秒間ぐらいお腹をへこませた状態を保てられますか？一生懸命腹筋やプランク、お腹の脂肪を取るためのエクササイズ、いろいろ頑張ってると思いますけども、実はお腹をへこませる腹横筋という筋肉が弱いとお腹はへこまないんです。腹筋は4つから構成されておって、腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋、この4つの筋肉があります。一番深層部にある腹横筋、ここをしっかり鍛えることでお腹はへこむんです。それに加えて外側の3つの筋肉が柔らかくないとへこみにくいです。3つをストレッチ、1つを鍛えるというのが大切です。これができてくるとお腹のへこんだ姿勢が手に入りますので、実は反り腰も治ってくるんです。今日も一歩前進しましょう。外側の3つの筋肉をストレッチしていきましょう。正座からお尻を上げて、このまま手を腰に置いて、体をいろんな方向に動かしてください。スタート。こういう感じで胴体部分がしっかり伸びてればいいです。いろんな方向に伸ばしてください。横、後ろ、前、斜め後ろ、斜め前、いろんな方向に伸ばしてください。はい、 OK です。次はお腹をとにかく引っ込めたままでキープです。とにかく本気でお腹を引っ込めてください。息吸う時も吐く時も引っ込めたまま、吸う時に出やすいけど吸う時もへこませたままです。目安としては手を2つ重ねてお腹がまっすぐなるぐらいへこませてください。とにかくへこませて、頑張って。 OK、これはあと3回いきます。お腹が出ないように引っ込めたまま、ぐーっと引っ込めたまま、手が1個じゃなくて2個ぐらい重ねてちょうどまっすぐの中にするぐらい、しっかり引っ込めて。息吐くときにやっぱり引っ込めやすいんで、息吐くときにしっかり引っ込めて、吸うときに出ないように意識すれば大丈夫。引っ込めて、うわ、結構きついですよね。お尻も締めて、どんどん引っ込めるイメージ。 OK、 しゃしゃ、あともう一回、お尻しっかり締めてね。ちょっと腰丸めるぐらいでやると引っ込めよう。ぐーっと引っ込めて、とにかくお腹を引っ込める。息吸う時もお腹が出ないように、うわ、どんどんお腹を薄くして、ぺっちゃんこにするぐらいのイメージ、ぺたっとね、半分ぐらいにするイメージ、ぐーっと引っ込めて、どんどん引っ込めて薄くして、 OK。 最後にもう一回ね、体を回します。今度はお腹を引っ込めたまま体を回して、いろんな方向にね、初めと違ってお腹を引っ込めたままで、あちこち伸ばしたらね、もっと伸びますからね。お腹が出ないように頑張ってください。うわ、結構きつい。お疲れ様でした。今回は外側の3つの筋肉をストレッチしながら、お腹をへこませるための腹横筋を鍛えることをしました。今回はとにかくお腹を引っ込めるっていうことを意識しましたけども、慣れてくると呼吸をしっかり使ってお腹をへこませる、吸う時は出ないようにっていう風に繰り返してみてください。腹筋できないよって方でもね、お腹ってね、この深層部を鍛えればへこみますから、
信じて一歩ずつ前に進めば必ず理想の体型が手に入りますんで、諦めずに頑張っていきましょう。頑張ってやってよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。